タウンハウスタウンハウスとは集合住宅の2種類の一つである。建築法規では一般のマンションは共同住宅、タウンハウスは長屋と称される。外部から階段で上り下りできるように低層に抑えられるため構造形式は主に壁式鉄筋コンクリート造りが用いられる。このために地震や火災、健康に有利になっている。タウンハウスは 構造上一体化した共有建物であり、通常の分譲マンションと同様に区分所有法が適用される。専有部分は住戸ごとに区分所有権が設定され、土地の所有権は区分所有者が持ち分に応じて共有する。合わせて敷地利用権が設定され、建物の占有部分と敷地利用権とは原則として分離処分はできない。住宅ローン等の抵当権設定、売買。 人貸借なども分譲マンションと同様に扱われる。通常の分譲マンションと同様に管理規約を制定し、管理組合が設立される。管理業務は管理組合にて、外部委託ないし自主管理が決定される。タウンハウスではエレベーターがないため、1台当たり月き5万円相当の保守、点検費用が省ける。共用の玄関や廊下もないために清掃部分も少ない。 このため管理費はマンションに比較して外部委託の場合でも1万円前後と抑えられる。長期修繕についても低層であるために足場の工事費用も抑えられエレベーター設備の更新費用も不要なために月額7000から8000円と中高層マンションより費用を抑えることができる。日本でも戦前までは江戸や大阪など大都市で2階建ての木造町や長屋が 都市住居の基本型とされた。国土交通省、建築動態統計庁作業後の定義、東京都建築安全条例第一条、チェイン・ジェイコブズ、アメリカ大都市の首都、生鹿島出版会1977、ハット AB カヤマ都市を、都市を作る住居イギリス。 アメリカのタウンハウス丸前1990平成13年6月12日国土交通省、国時代1026号建築基準法施行令第8、12条の2、松村明、吉村浩二、田中玲二、菊池健二、沢井府長、信沢博士ゆ、い市泉、兵庫県南部地震における。 壁式鉄筋コンクリート作り建築物の機械調査1996辻本誠火災の科学中央厚労御社2011総務庁消防庁平成22年版消防白書中央防災会議首都直下型地震機械想定2004大阪文みを居住環境の変異に伴う妊産婦の健康影響に関する研究1995 ザロアハウス、小木久保物件概要ほかハット AB 熊倉陽介、末永渡る、ハブ修二、星和彦、堀内正明、渡辺道春、西洋建築用式史美術出版社1995、ハット AB 県一正都市、ロンドミーコール園が生んだ、世界都市講談社1999、佐藤県仙、イギリスのハウジングを巡る旅し、ウラハウジング&、 プランニング2010エビークラサは進む、香山まとしを伊藤さだ都市と人間日本放送協会2004、黒沢隆近代時代の中の住居リクルート出版1990京都町屋資料館京都新聞、丸山としあき、17世紀の京都の町並み景観と、帰制度時代の京都の町並み景観の研究2004、玉井哲夫、 江戸浦中屋について1976寺内新大阪の長屋近代における都市と住居イナックス出版 1992AB 小林秀樹日本における集合住宅の定着家庭財団法人日本住宅総合センター2001ありがとうございます